村長ミュージックスタジオはいみなさんこんにちは村長です、えー、今日はですね、えー、一つのプラグインではなくてボーカルをですね、えー、よくするようなあプラグインのいろいろを少し、えー、実験的にやってみたいと思います音源はいつものおひまわりの 歌を使ってみます歌というのはですね画面の上部にありますようにこう歌を録音したらいわゆる波形というのが出るわけですけれども一度ちょっと聴いてみます。「恋も二度目なら少しは器用に甘いささやきに」 答えたいはいこれがですね基本的にはと、えー、ったそのままのドライなあ音なんですけれども、えー、っとまずはですね、えー、何をするかボーカルを取ったら何をするかというとコンデンサーマイクでと、えー、ってるのでどうしても というようよなあノイズがあ出ることがありますえー、っとこれをですね画面の今上部にありますように歌のないところここをこういうふうにチェックしてループ歌に入るまでですねこれをループさせます。 えー、ヘッドホンで聞かないと微妙にはわからないと思うんですけど今もコーコーとまあ,あもっと小さな音ですけれどもなっております。えー、これをですね、えー、っとこのおノイズを取るということでラーンって言って学習さすとですね、はい、今よく聞こえてると思うんですがどんな音が鳴っているかあこの ボイツ・でノイズっていうソフトがですね分析をしてるんですねそしてそれを切ったら一気に音がクリアになりましたそれでこれを下げるとこのようになるんですがこれはどれだけ取るのかということなんですが取りすぎるとですねこの空気感とかがなくなるのでそこらも 注意しなながらあ適度なところにするまず,まずこれでですねノイズにはあこういうシャーっていう音だけじゃなくってですね、えー、あの歌の場合はこういうぺちゃくちゃ音っていうのもありますそういうのを取るソフトがまたさらにありまして こういういソフトですね。これでですねこの音を聞かせながらこの上がセンシビリティということでこれでそのぺちゃくちゃ音をどこまでとるかそして周波数はどの辺か。 なおすふりをしてこういうことでまず次はペチャクチャ音をとりますそして、えー、まあここ二つまでは、えー、使わない時もあるわけですけれども次はディエッサーというソフトを立ち上げてみたいと思います、えー、ディエッサーにはいろいろあってですね これがあ最近買ったあやつでですね、えー、動画もこれは少し作りました。そしてもう一つはですね、えー、とウェイブスっていう会社から出てるこういうソフトがあります。えー、これをちょっとやってみましょう。こういうのをやるときは必ずですね、こう範囲を指定してですね、そのあたりを聞きながら。 「五芋二度目なら少しは器用に甘いささやきに答えたい」「五芋二度目なら少しは器用に」 甘いささやきにこのささやきにこれさしすせそがあるささささ,さやきにここをちょっと短くして再生してみます甘いささやきにさっていう甘いささやきに甘いささやき

すごくわかりやすいんですが、えー、こちらのウェイブスのものもどこでそういう音があるかっていうのが分かって、これはこれでですね、また使い勝手がいいです。聞、えー、いてみてください。もう少し範囲を広げまして。少しはここ。 甘サさサッコ恋も2度目なら少しは器用に甘いさッサヤキにこ,、はいえー、このソフトはこのソフトで場所がすごくわかりやすくそして、えー、上

甘いささやきに恋も二度目ならん少しは清和なここのモニターボタンを押すとですね <甘い S 2> そのこのソフトが反応したところだけが出て。 えー、とっても分かりやすいこういうソフトですね。えーはい、じゃあこれで、えー、このディエッサーを入れた状態今ディエッサーとですね、えー、っとそれとノイズそしてぺちゃくちゃ音この3つのノイズをまず処理しました。えー、そこからですね、えー、今度はボーカルを作っていくわけですけど次は、えー コンプレッサーを使ってみたいと思います。これは音圧を上げたりですね。ささえ声を明瞭化していきます。 甘いささやきに恋も二度目なら少しは器用に甘いささやきに 僕の場合は、ゲイン、ディラクションといって、えー、これ、抑え込みを、だいたい、6デシベルぐらい、マイナス6デシベルぐらいになるように、押さえ込みをすることが多いです。これ入れてなかったら、こんな感じになります。切ります 少しは器甘いささやきに恋も二度目ならんれ、えー、これで、えー、音圧を稼いで、えー、声を明瞭にしました、えー、ここからはですねもっともっとお面白い効果をお作っていくんですけれども 気に入っているのが「ボーカルファイナライダーというソフトがありましてこういうソフトなんですけれどもこれはですねものすすごく音を飾ることができますコンプレッサーもできるんですけれどもコンプレッサーはちょっと切るかもわかりません。 恋も二度目なら少しは器用に甘いささやきに恋も二度目なら少しは器用に甘いささやきに今触ってるのはリバーブ ごいもに、リレーと言いまして、声が二重になっていきます。少しは器用に甘いわゆる、エコーというのとよく似てますね。 ここはダブラーといって声を二重化しますで真ん中の大きなダイヤルはですね声をステレオ感があるように広がるようにしていきます、えー、ちょっとまずはセンターに寄せます 少しは器用に甘いささやきに恋も二度目なら、はい、少しは器用に甘いささやきにもう一度ワイド感広げます恋も二度目なら少しは器用に 甘いさいさやきにね今日は本当は一番やりたかったのは新しく買った「ボーカルスプリッター」というソフトがありまして。 これがですね、えー、とってもこの声を二重化するんですけれども素敵きなあちょっと変わったエフェクトがかかります「も二度目なら少しは器用に甘いささやきに」 恋も二度目なら少しは器用に甘いこれにリバーブをかけてみます。ささやきに恋も二度目なら少しは器用に 甘いささやきに恋も二度目なら少しは器用に、はいえー、こういう技術を、まあ、ダブラーとも言いますけれどもお、まあ、ダブラーを簡単にです、ね、こうイメージで作れるようなボーカルスプリッター,あー新しいソフトなんですけれどもおこういうのをお使ったりします。 今まではもう少し複雑な形でやってたんですけれども、まあ、これも一つの売りというかですねあとはボッ,ボックスボックスボックスいわゆるボーカルボックスなんですがこれは広がりを与えます、えー、っとどんな形になるかさらに広がります。恋も 少こしはきよに甘いささやきに恋もにめなら少しはきよにこれをいささ今は一系統だけなんですが二つかけてます恋もにめなら少しはきよに 甘いささやきにこいも煮込むそしてですね最後のプラグインになるんですけれどもウェイブスのゴールドっていうところに入っているビタミンというのです。 えー、これもですね、えー、とってもお強調できる、まあえー、エキサイターとかエンハンサーとか言われる部門のおまあエフェクターなんですけれどもおこれは、えー、沈み込んだ声とかをより強調できるそういうようなものです2度なら 一回ゼロに落としますで、えー、帯域別にですね、かけることができます一番声が多い部分をまず上げました声を少しは器用に 甘いささやきこもとめなら少しはに甘いささやき恋もとめなら少しはに甘いささやこれもステレオ感を出したりする。 少しは器用に甘いささやきにえイコライダーとエンハンサーがマルチでかかるようになっています少しは器用に甘いささやきに恋もにどえなら少しは器用に 甘いささやきに恋を認めなら少しは器用に甘いさっさやきに恋を認めならす,すごく効果が面白いですね。 プロミッティ一級、e、というのがあります。イコライザーなんですけれども、これは空気感を制御するというようなものです。一回リセットします。えー、そしたらちょっと聞いてみてください。 他のヘフクターをかなり落としましたこれでですね声が仮に遠い時これあんまり見本としてはね遠くないけどこれをもっと近くで歌ってるような雰囲気に上げていきます恋もに止めならん 少しは器用に甘いささやきに恋も二度目なら少しは器用に甘いささやきに恋も二度目なら少しは器用に 甘いささやきに、ご芋に留めなら、少しは器用に。甘いささやきに、恋もに留めなら、少しは器用に。 甘いさっさやきに、より近くで歌ってるような雰囲気になりまです。恋もう一回切ります。少しは器用に、甘いさっさやきに、 たくさんのエフェクター、えー、まずはノイズを処理してそして、えー、音圧を上げてそしていろんなあ効果を出すと、えー、ボーカル一つでもですねこういう流れに沿って、えー、とってもお、ま、微妙にそして、えー、より変わったあそして えー、印象がいいようなあ形でですね、えー、ボーカルをエフェクトしていくことがあできます、えー、一つ今日はボーカルのいろんなエフェクターについて、えー、解説してみました村長でした